今回も意味の似た2つの形容詞をイメージで捉えて身につけていくんだにゃ。今日紹介するのは Clever and Wise。 まずはこの2つがどんな風に使われてるかをチェックイットアウト。 Mom, look! Wow, you're clever with the needle. Don't eat with your hands, son. Okay, I'll eat with my feet. Don't get wise with me. Sorry. Let's eat! Yay, fish! I love fish! Hey, everybody! こんにちは、アラシロベニです。藤岡まさきです。さあ、今回もイメージで形容詞を捉えていきましょう。はい、そして今回のキーワードはね、Clever と Wise。クレバーは頭がいいっていうイメージがあるんだけど、おー、近い。Wiseは聞いたことないんだよね。でも2つ並んでるってことは、なんだろう、同じような似たような意味があるってことでしょ。もちろん、うん、そして Clever も Wise も賢いっていう意味があるんだよね。賢い。じゃあまず今のフレーズに出てきた、うん、You're clever with a needle。 ちなみにこの needle はね、うん、お裁縫のこと。お裁縫に関して、うん、頭がいいってことでしょ。でもなんで Clever なんだろう。難しい、うん、じゃあもう一つの、うん、Don't get wise with me。まあ、賢いって意味があるってことは、自分に対して賢くなるなってことか。え、これもよくわかんないな。じゃあそんな時は、うん、あのお方にお聞きしましょうか。おお、河原先生お願いします。はい、皆さんこんにちは、河原清です。今回の Clever と Wise、 両方とも賢いと訳される形容詞です。早速2つを見てみましょう。Clever は頭の働きがよく器用ながコアで、手先の器用さや機敏さ、抜け目のなさがイメージされます。一方 Wise は博識で分別があって賢いというのがコアで、速さよりも経験に裏打ちされた深みのある知識や分別がベースになっています。早速名詞とのつながりを通してそのイメージをつかんでいきましょう。じゃあお利口くんな、丹後くん。はいはい、お利口の丹後です。じゃあまずは人の場合で見てみよう。はい、クレバーな人というといかにも頭が切れて判断が早く機敏な感じといったイメージがありますね。一方 Wise Man というのはこういうイメージです。うん、おじいちゃんのイメージだにゃ。そう、年を取って経験が豊富で思慮深い様子が目に浮かびますね。うん、それじゃあ他の名詞との結びつきを通してそのイメージをつかんでいこうか。はい、こちらをご覧ください。線で結ばれているものは普段自然に使う組み合わせ、結ばれていないものはあまり使わない組み合わせです。うん、ティーチャーの場合は両方使えるよね。それぞれどんなイメージがあるのかね。うん、クレバーティーチャーは頭の回転が速くて判断が機敏なイメージです。一方ワイズティーチャーは経験が豊かで知恵があってバランスの取れた賢い判断のできる先生という感じですね。そうだね、プランの場合も両方使えるよね。 That's a clever plan といえば、頭脳を働かせて巧妙に仕掛けた計画ということだね。使い方によっては悪いニュアンスにもなるんだにゃ。そうですね。一方 That's a wise plan といえば、豊富な経験をもとにうまくバランスを考えながら練り上げた計画というイメージですね。うむうむ、それじゃあマシーンではどうなのかにゃ。はい、 Clever Machine は器用にうまく動く機械といったイメージです。一方 Wise は人の経験を土台にした知恵をイメージします。したがって知恵を持っていないマシーンには通常使わないですね。そうだね。どう、 Clever と Wise 掴めたかにゃ。 Wise はおじいちゃんのイメージで考えればいいんだ。そうそうそう、その経験豊富って感じで捉えれば大丈夫。なるほどね。一方 Clever は対照的に速さや機敏さを表す感じなんだにゃ。違いが分かってきたよ。 OK、 それじゃあ Clever と Wise のイメージを頭に置いて、うん、Let's check out today's phrases again。 Mom, look!Wow, you're clever with the needle. Don't eat with your hands, son. Okay, I'll eat with my feet. Don't get wise with me. Sorry. You're clever with a needle.
わかった？さっき先生がクレバーには手先の器用さがベースになってるって言ってたよね。裁縫が上手ってことだ。Good。 そうそう、その通り。じゃあもう一つの、うん、Don't get wise with me は、博識で分別があって賢くするな。そういうことなんだけど、賢さを良くないニュアンスで使っていて、生意気なことを言うなっていうことなんだね。自分の方が年配で経験があるから言えるんだね。うん、なるほど。それじゃあ Clever と Wise を使った便利なフレーズを紹介していくよ。ふんにゃ。まずは He is a clever speaker。 He is a clever speaker。 うん、 Clever な話してということだよね。つまり彼は弁が立つっちゅうこと。うん、それじゃあ次。That is a clever joke. That is a clever joke. これはどんな意味？うん、賢いジョークってことは気の利いたジョークっていうことだよね。例えば、日本の人は歩きすぎて疲れてしまうと、ある体の部分が変化するんだ。さあ、どこがどう変化するのかな？わかる？わかる？わかる？これな、何？足が棒になる！あんまりクレバーだとは思わないんだけどね。あ、そう？まあまあ、じゃあ次行こうか。うん、Wise を使った表現。The older, the wiser. The older, the wiser. 年配になるにつれて博識になる。つまり亀の甲より年の甲っていうことなんだね。とってもワイズな表現だね。うん。藤岡君、突然だけど今日はこんな表現があるんだ。うん。Clever fox と wise owl。どういう意味だと思う？賢いキツネとフクロウ。なんだろう。うん、これはね、あの、うん、狐が昔からずる賢いっていうイメージがあるでしょ。うん、虎の胃を狩る狐とかね、それからフクロウおじさんに聞いてみようっていう表現があるけど、うんうん、あくまでも動物のイメージとあの言葉の意味が結びついてて、でこの場合狐のずる賢さっていうのは clever、 それからフクロウの知恵は wise で表現してるのね。でこの clever は悪いニュアンスでちょっと使ってるね。悪いニュアンスにもなるんだ。うん、そう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 。ずる賢いね。うんうん、よく分かってきたよね。うん、だんだんクレバーになってきたじゃない？形容詞はその逆説が常にあるんだ。皮肉のね、意味を込めて使うこともよくあるよね。なるほどね。それではクレバーとワイズを使って練習するよ。うん、クレバーな僕に何でも聞いてください。分かった。じゃあまずこれ。うん、You are very clever at making excuses.You are very clever at making excuses. Making excuses ってなんだっけ？もういきなり質問？全然クレバーじゃないじゃん、藤岡君。いや、違うんだよ。俺は分かってんだよ。ただ、あのテレビ見てる人が確認したい。もう、making excuses って今の藤岡君のことだよ。まさに。ん？言い訳をしてる。あ、言い訳ね。あ、そっか、じゃあ言い訳がクレバーってことか。そう。だから言い訳が上手ってことね。あ、これは皮肉で言ってるけど。もう言い訳はしません。はい、じゃあ次行こうか。お、 He is clever with his fingers. He is clever with his fingers. じゃあね、うん、これ使ってみて。おお、ギター。うん、ギターか。ケンジは器用に指を使うってことだよね。うん、そうそう、指、うん、やってみよう。うん、ワン、ツー、スリー、フォー。You are clever with your fingers. 一緒に歌おうか。 Okay. One, two, three, four. Loving you is easy 'cause you're beautiful. And every time that we are more in love with you. すごい。同じ賢いという意味を持つ clever と wise だけど、そのニュアンスの違いは分かったかにゃ。みんな、クレバーなことを重ねて、ワイズな人になるんだよ。今回のクレバーとワイズどうだった？うん、クレバーには賢いっていう意味だけじゃなくて、うん、クレバーフォックスみたいにずる賢いっていうニュアンスで使えることもできるんだね。そうなんだよね。うん、これはちょっとね、驚いた。本当。でもね、あの俺はクレバーな男になっていこうと思います。じゃあずる賢くならないように。はい、聞きます。はい、それでは皆さん、はい、See you guys tomorrow! バイバイ!